皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。月曜日のこの時間は植草美幸の絶対結婚したいの時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんからいただいた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみ木月玲さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつもたくさんのご相談ありがとうございます、はい、本日も寄せられましたのでご紹介いたします、はい、ラジオネームは心配性のお母様から、はい、いつも興味深くラジオや YouTube 拝聴させていただいています。24歳の娘に関してご質問があります。娘は4年生大学を卒業して資格を取り働いています。明るく友達も男女とも多く、ほぼ毎週末食事会やゴルフ、旅行と楽しんでいます。すべてにおいて努力するタイプで、今まで受験勉強、資格の勉強、語学、スポーツも頑張って自分のものにしてきました。今は恋活中で、先輩や同期に合コンを頼んだり日々努力をしています。しかしなかなかうまくはいかないようで、合コンの最中はすごく楽しくても、その後一度くらいはあっても付き合うまではいかないようです。今までまともな恋愛はしてきていないのが現状です。本人の周りはいわゆるスペックが高い男性ばかりです。それが普通だと思っていると、植草さんに怒られてしまうプライドのばかり高い女になってしまいそうです。親から見ると努力して実際結果を出して偉いなと思う一方、それが態度に出て自信満々なのが男性に惹かれてしまうのではと心配しています。もう少し謙虚になりなさいと言うと、でかい態度をとっているつもりはないけれど、そう見えるならどう直していいかわからないから、とりあえず相手を褒めるようにしてるとは言っていますが、会社ではまだ新人扱いでチヤホヤされていますが、努力家の娘は5年10年もしたら偉そうな実際仕事ができるバリキャリになると思います。昭和女の私からしたら、そんなに偉くならなくていいから、まず幸せな家庭を持ってくれと思ってしまいます。あと2年結果が出なければ、植草さんのところにお世話になると本人も言っています。あと2年何をして何が悪いのか気づかなければいけないのでしょうか。ご相談に乗っていただけたら幸いです。この娘さんのことですね、はい、身長156センチ、はい、体重46キロ、ルックスは悪くないと思います。このお嬢様の趣味はテニス、ウィンタースポーツ、ゴルフ、旅行、映画、少年アニメ、ワンピースやナルトなど、食べること、飲むこと、動物がお好きだそうです。そしてこちらの娘さんですね、はい、超有名大学を卒業され、修行されて、そして英語もかなり堪能な女性というね、娘さんが心配なお母様からです。はい、はい、ご相談ありがとうございます。はい、ま、こちらのお母様ね、ええ、とても素晴らしいと思います、まず。はい。ね、まあ、そもそも24歳のお嬢さんの、はい、まあ、とってもまあ自慢の娘ですよね、はい、いわばね、でその子をただただこう自慢するだけではなく心配をしていて、はい、将来このままどうするんだろう、まあ、イコール結婚できるのかなってところですね、はい、っていうことを今のうちからご心配されてる、はい、で平均で、まあ、女性29歳が初婚の年齢ですけれども、平均でね、まだ5歳そこから引くと若いんだけれども、はい、気にされてるっていう、まあ、娘思いというかね、はい、素晴らしいお母様だなっていうふうに思って、まあ、嬉しく思いました、はい、あとまあ2年っておっしゃってるので、はい、まあ、26歳までにはこうどうにかならないかなというふうに思ってらっしゃるようですね。ご本人がそう思ってるんですかね、26歳ご本人が結果が出なければ、26歳先生のマリミーにお世話になるというふうにおっしゃっていると、まあ、まあね、この方のお嬢さんと同じ大学の、はい、お嬢さんを私何人もお世話しましたけども、そうですね、こちらには ねちょっと大学名書いてあるんですけども、はいはいはい、でまあ、正直ね、本当に勉強しないと入れない学校ですよ、はい、なので早い人は小学校、はい、高学年から塾に行っていて、うん、4年生ぐらいから塾に行っていて、はい、ずっと勉強した、でやっとそこの大学に入った、で今度、就職したら当然ながら就職してすぐ一生懸命お仕事しますよね、はい、でそのご自身の出世のために頑張るので、まあ、本当にこれまで頑張ってきたんだろうなっていうところで、はい、これでまたこのままストレートに、うん、婚活を同じようにストレート婚活ですね、
大学も就職もって行くのかなって思うんですけど、はい、1回ぐらいねつまずいてもいいと思う。ですよね、うん、こんなにね、うん、あの順風満帆に行かなくても、ね、そうなんかあったらねいいかもしれない。崩れちゃうかも。あんまりこうお利口で、うん、お母様から見ても、うん、優秀な、はい、うん、あのお子さんじゃなくても、うん、いいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。はい、まあ、あとじゃあ2年何をしたらいいですか。好きにしたらいいと思う。ね、今高校も行っているみたいですし楽しんでおられるようですから、でチヤホヤされてるんでしょ今新人扱いで、うん、でどっちにしても次またね新しい方が新卒の人入ってくると、はい、チヤホヤもされなくなってくるって現実を見たり、うん、はい、あと同級生の男性たちは、うん、まだまだ結婚したいと思わないんですよ。まだ26歳だったらね。そうそうそう、で、はい、女性と男性の結婚したいなと思う年齢っていうのが随分こう違うので、はい、そこで少しねギャップを感じたりするようになってきてこそ、うん、はい、真剣に結婚とはとか、そうですね、うん、考えてくるので、はい、今まだその社会を楽しんでいるところじゃないかと思うんで、うん、ここね強制するのは難しいと思いますよ。あんまりね心配性のお母様がこういう人ああいう人っていう風にレールを敷きすぎてしまうと、そうね、またね、あの今までねこう、うん、まともな恋愛をねしてこなかったってお母様がおっしゃってるけど、はい、それも分かんないですよね、はい、ご本人分かんない、はい、全部1から10までお話をしてるかどうかもよく分からないし、うん、まあ、お母様にねご相談できないタイプの男性と付き合ってたこともあるかもしれない、ね、うん、だからそこまで心配しなくてもまだ24歳だから、うん、まだ好きにしてもいいのかなっていう、うん、切羽詰まったものはないですね。そうですね、うん、まあ、あとにね好きなことをしてでダメだったら、まあね、その娘さんが一番よく分かってらっしゃいますよね。そう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 、2年経って結果が出なかったらもう、うんうん、そうそう、じゃあもうマリミにお世話になろうと、うん、もうお嬢さんがおっしゃっている通りでいいと思いますよ、うん、強制できないからね、はい、まあ、何をしたらっていうのは好きな恋愛をした方がいいと思うの方が女性は綺麗になりますので。そうそう、若いしまだただ、うん、してはいけない恋愛というのがあるわけですよ。はい、ね、今芸能界とかで話題になっているような、そうですね、いろいろね、はい、してはいけない恋愛ね、はい、でそこで無駄な愛し損っていうのが私はね、うん、一番嫌いなんですよ、はい、その人を愛してしまっても、うん、結果誰かが不幸になる、うん、ね、はい、既婚者だったり、結婚できない状態の人だったりっていう人に、はい、まあ、恋愛感情を持って、うん、で本気で好きになってしまうっていうのは、まあ、誰かが不幸になってしまうのでね、そこだけ、まあ、避けていただければ、はい、うん、まあ、年下だろうが、はい、60の方だろうが、そこはまあ肥やしですね、うん、人生のどんなご職業の方でもね、そうそうそう、うん、人生の肥やしとしてね、うん、生きていくには勉強できるチャンスかと思う、うん、でそういう期間があってこそ、はい、じゃあ実際に婚活した時に掴み取るところが、はい、ターゲットがいいところに行きますよ。そのお母様がこういう人と結婚してほしいっていう、うん、多分その想像が ね、あまりにもこう書いてないですけど、そうそうそう、分かりますもんね、うん、こういう人と結婚してよみたいなのが、で、このね、このお母様と当てはまるかどうか分かりませんけれども、うん、昭和な元お嬢様女子ってのがいるんですよ、うん、はい、ね、でそれどんな人かって私の本に書いたりね、いろいろしてますけれども、うん、まあ、昭和な元お嬢様女子というのはお母様が昭和なお母様ですよ、うんうん、はい、で昭和のお母さんっていうのは専業主婦2度時代でしたから、はい、お父様が、まあ、参考、うん、ね、背が高い高収入高学歴3拍子揃ってるというのを目標としてたわけですよね、はい、でお母さんは女性は働かないので、はい、お父さん一人が働く、だったら収入がいい方がいいよね、収入がいいには日本の社会だとどうなの、高学歴だよねっていう時代が長らくありましたね、はい、でその食卓でね、お母様が朝っぱらから、朝っぱらからなんとかちゃん、あなたがね結婚するときはパパみたいな、ね、大学出ていて、はい、で最低でもマーチでねとか言っちゃうわけですよね、はい、呪文のように、はい、でこんな職業がいいとか
銀行員がいい、商社マンがいい、なんだかんだなんだかんだって言ってて、はい、それを植え付けられちゃうわけでしょ、うん、なので、はい、じゃあその時代と今の時代が合うかなって言ったら30年ぐらいずれてるんですね、下手したら40年ぐらい、はい、ずれてるので同じようにはいかないと思うんですよ、はい、でお母様の年齢がちょっと分かりませんけれども、うん、お母様とお嬢さんの年齢が離れてれば、離れているほどそこはピンとこないんですよ、はい、うん、なのであの私はね、そのお母様の意見はこの先どうなるか分かりませんけれども、参考ねとは言ってます、うん、はい、それにこう惑わされて、これからいろんな恋愛をすると思うんだけれども、はい、その時にこれダメあれダメってなるのはちょっとかわいそうかなと思いますね、はい、まあ、こちらのお嬢さんもね、うん、まあ、今後かなり稼がれるようなご職業についていらっしゃいますし、うん、まあ、変な話ね、植草先生目の前に結婚が全てではないかなとい う、うん、そうね、っていうふうにも、まあ、私もね、うん、あの結婚が全てとは思わないんですよ、はい、ただ自分が生きていくには、うん、これから90、100までね、はい、行きますよね、そうすると彼女なんかもう70年近くこの先生きるわけですよ、うん、はい、でその生き方を結婚、うん、結婚じゃなくて人生、はい、自分はどういうふうにこの後生きていきたいのかな、うん、でそこに子供を産みたいのかなとか、はい、仕事はどのぐらいのところを頂点としているのかな、はい、自分のその仕事のスタンス、うん、例えばあの海外に行くこともあるかもしれない、はい、もっともっと仕事の幅を広げたいかもしれない、うん、っていうようなことをまず考えてからの方がいいと思う、うん、その中に結婚が何歳の時にあるのかなっていうのが、今は26っておっしゃってるんだよね、だけれどもよくよく考えたら今の26っていうのは漠然的に26って考えてらっしゃるかもしれないから、ちゃんとそのせっかくね素晴らしい会社に入ってらっしゃると思うので、そこの会社での位置とか、会社じゃなくしても自分の人生としての仕事のピークがこのぐらいでとかね、結婚観、人生観、家庭観、そういうものをよくよく考えて恋愛をしていけばいいんじゃないかな、まあね、これまで努力もたくさんされて、趣味も楽しんでいて、そうですよ、24でゴルフですよ、そうね、はい、ま、テニスとね、ゴルフが2つ入っちゃってるでしょ、はい、これ結構ね男性から見た金かっかるって感じなんですよ、そう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 、ね、そうですよ、そう、ね、そうですよ、ほぼ毎週末ですからね、まあ、そうですよ、でね、大体どうですか、うん、ゴルフって行くと遠くに行くでしょ、はい、で、まあ、車ありますよね、そうだからバッグ乗せなきゃいけないから、うん、まあ、あの車も必要だろうし、うん、テニスもね意外とお金かかるんですよ、ーコートを借りるでしょ、あ、はい、でコートもその区でね、あの貸してるところだったら1時間1000円だとか500円とかあるかもしれないけど、抽選なんですよ、抽選、なかなか当たらない、で土日はピークで取り合いってなると、品川プリンスとかああいうところだと1時間1万円ぐらいするかもしれないね、となるとみんなで4人で借りるだ2人で借りるだってことになるんだけど、意外とねテニスってお金かかるんですよ、あの広いところを借りるわけだから、なるほどね、で実際にその相談所で趣味のところにねゴルフって書いちゃうと意外と惹かれますからね、ま、意外とね、そう思います、うん、ね、その男性がゴルフお好きな方ばっかりだったらいいと思うんですけど、そういうわけじゃないね、そうそう、趣味の欄に、まあ、書く必要はないですよね、そうなんですよ、だからその辺はね、まあ、テクニックなんだけど、うん、この若さでそれが趣味とされてるので、うん、随分と裕福なお宅で ね、 で、育ったんだと思うし、もしかしたら小中学生ぐらいの時から、うん、テニスとかゴルフをね、うん、やってらっしゃるのかなってってお見受けしますから、はい、まあまあ、ね、お母様がね、うん、こうあなたでかい態度取ってるんじゃないわよっていう、うん、おっしゃってはいるんですがね、うんうんうん、それを許してゴルフ旅行、うん、うちの娘は行ってるんですよってお母さんも言ってるから、うん、やっぱね、お嬢さん、お母さんに、そうなの、だから、ね、お母様もね、結局お母様もちょっと浮世離れなんだね、ちょっと今時ちょっとねみたいな、そうね、ご自慢の娘さんであり、わかるご自身もご自慢のママなんだよね、そう、うん、そういうのがわかるので、そうそう、ね、娘さんはまあ決して大きい態度を取ってるわけでは、まあ、お母さんに似たのかなっていうところですかね、そうかもしれないですね、はい、まあ、あとじゃあ2年お好きなことをされて、はい、してもらいたい、ね、もういろいろね恋愛して傷つくのも一つ、うん、
嬉しくスキップするのも一つ、はい、もういろいろしてください。経験はもうね、財産。はい、でもね、どんなところかなっていうのもね、お母様もね、ちょっとね、はい、どんなところかなっていうふうに思われると思うので、ぜひね、はい、婚活セミナー、お母様とね、はい、お嬢様と一緒にお越しいただければと思います。はい、3月の15日日曜日、表参道の方で13時から行います。4月は12日の日曜日に行います。同じく13時から。そして大阪セミナーは4月の18日、11時から行います。そして植草先生はたくさんのコラム連載されておられます。講談社ウィズオンラインからは婚活戦略女子、東洋経済オンラインからは激変日本の結婚、その他オールアバウト、シトラスなどで連載されておられますので、ぜひお読みください。はい、そろそろお時間ですか。はい、お相手は植草美幸でした。はい、ではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう。さよなら。さよなら。